今年一発目の青森ラーメン大百科は藤崎町のこちら JR 北ときわ駅からお送りします。では行きましょう。北ときわ駅に併設する藤崎町のコミュニティプラザ、町民や駅利用者が集う憩いの場に先月6日オープンしたのが麺屋ポッポラです。麺屋ポッポラっていい名前ですね。ありがとうございます。もう私もその気に入ってます。もともと施設の名前でして、であのポッポがあの鉄道っていうのと、ラっていうのがあの自分たち自分らっていうことで、あとあのラーメン屋としてもラっていうのがラーメンって使えるので、まあ、あのいろんな意味でもいいなと思ったので、あのそのままあのこちらの施設の名前をつけることにしました。店主の福士さんは県外や青森市の名店で修行を積んだ実力派、縁あってふるさと藤崎町に店を構えました。メニューご覧ください。中華そば一択となっています。会計650円です。はい。基本福士さんが一人で切り盛りしているため、お店はセルフサービスが多め、はい、注文したら番号札をもらって待ちましょう。そして33番のお客様、お待たせいたしました。おお。番号を呼ばれたらカウンターへ。煮干し、醤油、あっさり、麺屋ポッポラの中華そば。もうまさに王道ザ中華そばという見た目ですよね。香りもまた魚だしのいい香りがしてきます。いや、醤油味透き通っていて綺麗なスープですね。いただきます。うん、あ、出汁がキリッと、この見た目求めていた味ですね。おいしい。シンプルイズベストな中華そば。味の生命線は平子を中心とした煮干し出汁。あの出汁なるべくあのこう苦味をあの少しでも抑えるように、そこはあのこう取り除いたりしながら、あの出汁を取っているようにしてます。上品なコク深さが冷えた体に染み入ります。返しは開店準備期間時間をかけて吟味した3種類の醤油をブレンドしています。煮干しの出汁が効いてますね。醤油のキレとコクもあって、もうスイスイ飲めちゃうスープです。手揉みして軽くウェーブをつけた中太麺は青森市下福製麺所の特製麺。ツヤツヤとした美しさ、ツルッツルの喉越し、スープの辛み加減、どれをとっても申し分なしのうまさです。喉越しがいいですね。麺もツルツルっとしてて、いや、この煮干しのスープに合います。ちゃんとこう縮れている部分がスープを持ち上げてくれますね。また噛むとこの煮干しのいい香りが広がるんですよ。なんかシンプルなんですけど奥が深い。具材はチャーシュー、メンマ、ネギと極めてシンプル。それぞれ味付けを変え、しょっぱさを感じすぎないよう工夫しています。チャーシュー柔らかいですよ。ホロホロしてます。いただきます。うわ、柔らかい。なんですかこれ。口の中ですぐにホロホロっとほどけて、ほどけた途端ですよ、あってお肉のいい旨味がもう口の中駆け巡りますね。幅広い年代に愛されるよう、脂身少なめの豚肩ロースを使ったチャーシューは絶品。ほんのり甘めの継ぎ足しタレで柔らかく煮込んであり、追加トッピングで楽しむお客さんも多いのだとか。チャーシューの味付けもいいですよ。醤油がしっかりお肉に染みていて、なんか麺とスープが食べたくなるような味付けですね。
まあ、休みの日とかあの家族で連れて行ってもらったりしながら食べてましたので、やっぱもうずっと印象には残ってるラーメンだったので、独立するってなったら醤油ラーメンでやっていこうと思ってまして、その中でもやっぱり青森といったら煮干しだしの醤油だったので、まずはその一本でしっかりそれを極めてやっていきたいっていうのがやっぱ強かったですね。美味しかったとかってやっぱ言われると、やっぱ単純にその一言が一番嬉しいですね、はい、でそれでまた来てもらえたりしたら、やっぱり私の方も笑顔をいただいたりとか、ね、とても嬉しいです。今の時期は寒さもトッピングですね。体も心も温まる一杯でした。そして香る出汁の匂いからは煮干しで行くんだぞという強い決意、覚悟が感じられました。中華そば、次は中じゃなくて大行っちゃおっかな。若き店主が煮干し、醤油で勝負する麺屋ポッポラ。場所は JR 北ときわ駅、駅駐車場が使えます。これからの目標は何かありますか？でもまあここを発信にやっぱりラーメン、またまあ皆さんも盛り上がっていければいいと思っていますので、その架け橋になれればと思っております、はい、頑張っていきたいと思います。